こでも大丈夫ですね。覚えてる。そうなんです。皆様こんばんは。こんばんは。今日ようこそ大テラスにお越しくださいました。メンバーを紹介いたします。ピアノ深村欽一。ベース小西孝明。よろしくお願いします。まず1曲目ですが、夜は千度で聞かないとはずサザンダイスをお届けします。Thank you.
ビテーションをお届けします。はい、Thank you.
道具を取り出しますので、すいません、ありがとうございます。準備しておけばいいを使ってマイク使わないので、もしかしたら聞こえない。そしたらここでマイク出したいの。世の中に聞こえない音は存在しないと思います。
それ僕自身が年齢化に伴う難聴で上の周波数からもう聞こえなくなってきたんです、それでは次にこの当店 の、 あのマスターの通称丸さん佐藤舘さんとは引き合ったのが、僕が東京に出てきた1975年ですから48年前ですか。この友達があの新宿の東口の駅前ビザールというジャズ喫茶がありまして、そこでアルバイトをしていて、よく時にビザールに僕も行っていて、そこにマルさんもいらして43年前で何回か話をするうちに、僕がトランペットをまだその時始めた20歳ぐらいでトランペットを始めました。僕バカですから初めて1年も経ったので、僕はミュージシャン、バンドマンになりたいと思っていて、そのことをマルさんにお話ししたら、俺の友達が伊勢丹の裏のキャバレーやってるから連れてってやるって言って、伊勢丹会館ですかね、改造欄に伺ったところ、もうボケてまして、昨日のことも出てますもんね、申し訳ございません。キャバレーにバンドが入っていまして、そこの楽屋に僕を連れてってくれて、あのメンバーの人たちに、こいつバンドマンになりたいですよ、僕を紹介してくれたのもう47年ですから、それからしばらく何十年もお会いしてなかったんですけど何年か前からまた再会できて、僕はとっても嬉しく思ってます。今日はどうもイエーイ。マスターのマルさんからのリクエストで、トランペットあの何種類か種類があるんですけど、これはあれは B フラット管って言うんですけど、これと少し形状が違うフリューゲルホールっていうのがあるんですが、それで何か、あ、それでひまわりよって言ったんですね。僕のささやかな恩返しでマスターのリクエストに行こうと思います。あ、お願いします。ソフィア・ローレンとマスター・ローレンでしょうか、決まるという映画がありまして、その中のテーマ曲、正しくは Wolves of Love という題名だそうでございますが、お届けします。
Thank you.
ピアノ北村君。このトリオが結成されましたのが、3人ともよく覚えてないんですが多分2000
成1年とか2年だろうと思います。その平成、結成したら10年もうちょっと経ってるかな。その前だったかな。だそうです。僕の大切な素晴らしいミュージシャンをもう一度紹介します。ピアノは東京都渋谷区出身、大のスポーツマンでサッカー、テニス、2年前は、2年前ですかね、フルマラソンを、登山をなさいます。気は優しくて力持ちの、素晴らしいピアニスト、二村喜一です。愛媛県新居浜市出身、この大のお酒のお友達の名前、ベースも上手ですけどお酒もとても上手。素晴らしいです。小西忠明です。ここは、宮城県石巻出身の伊勢出身です。どうぞよろしくお願いします。今日いらしてる皆様はフォーデラスの、常連の方が多いかと思います。フォーデラスの何でしょう、意味っていうか皆さん知ってるかもしれませんが、マスターは岩手の割と南の方でしょう、大津地っていうのです。ちょっと釜石よりちょっと北。石巻なので、宮城を上下に割ると北部なんですよ。僕の方ではフォデナスっていうんです。フォデナス、うん、どういう意味かというと、東京でいうところの私バカとか、だいたい向こうでフォデナスと、このフォデナスって、ね、このがつくんですこのフォデナス、バカ、フォデナスにもその本当にバカだなって言うとしょうがないなっていう意味と、両方二通り意味がございます。ホテナス。上の人はどうでもいいですね。それではこのトリオで初めてレコードをしたのが2009年です。その CD 今日この買ってくださったのでございます。この CD に入っていますですね。皆様ご存知の月の砂漠を聴いてくださいね。
はい、
スピークロー、
ちょっと大きくなりました。今日はたくさんのお客様にいらしていただいて本当にどうもありがとうございました。感動のカウンターの中でずっとたっぷりちもお客さんどうもありがとうございました。ご呼んでくださったマルさんどうも、どうも、皆様の前でこのトリオで演奏できたことをとても嬉しく思います。最後の曲になりますが、オリジナル何年か前に来る暴走自転車です、暴走自転車で皆様とお笑い分かりました。
チャップリンを作りました。スマイル。
お疲れ様です。